平和関税恩母薩像は、広島県広島市の各元町の広島市中央公園内にある仏像。太平洋戦争末期の1945年8月6日に投下された原子爆弾による犠牲者の供養と世界平和への願いを込めた記念碑として設置された。広島市が管理している。平和関税恩母薩の像の部分は、 彫刻家の北村聖望が1975年に高級平和を記念して制作したものである。その後、多くの市民や団体が関与して、像と台座が合わさった平和関税音菩薩像として完成し、1978年5月5日に広島市中央公園内に設置された。この像が作られ、安置されたのは、 原爆の犠牲になった広島市民の供養と世界平和への願いを込めるためだと言われている。なお、広島市内には1945年8月6日に広島市へ投下された原子爆弾にまつわる慰霊碑記念碑がそれぞれ200基近く存在する。像はアルミニウムで作られており、高さは約8メートルである。像台座の正面には 像を制作した北村が記号した平和の悲鳴が据えられ、裏面には大座制作にあたって寄付を行った70名の個人、団体と4名の発起人の氏名が記載されている。像の制作者は1958年に文化勲章を受賞した長崎県島原出身の彫刻家北村聖房である。筋肉美、健康美に溢れた男性像を得意とした。 富田正人夫妻が圧戦し、富山県の黒谷株式会社代表取締役で、ある黒谷保加作が広島市に寄贈した。台座の建設にあたり、公安者4名と寄付した70名の個人、団体が関わった。ありがとうございます。